るとね、うん、今ほら足緩めるとだいぶ背中柔らかくなったのなんかやろうね痛みがないんだな痛みがないあの初めの子ども痛かったんで痛かったんですね今はないんだなあーてあーだったったないんだなってあーったったあーっこれ硬いですねうん分かる十分ですこれはね、対人関係のストレスとかがあったりするとこの辺が溜まったりしますあーなんでこの痛いのこれまあ汚れが溜まってるからますから、まあ、言っちゃえば48年製の車みたいなもんですから ないよなそうそうそれで全力で走ってるわけですからあこすかいだからそれをやっぱ綺麗に乗っていこうと思ったらやっぱり手入れしてあげたりとかねおうおう痛いんだもう痛いのいいですねあそこも痛いい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 そこあ、腕の疲れと肩甲骨の疲れと首の疲れによく効くところなんですねあ、うん、ちょっと弱くしますからいいいいいいマジってマジ痛いでもここなんですねあー痛い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 あーあー痛い痛い痛いそこ痛い痛い体ってね交感神経と副交感神経っていうのがあるんですけども、はい、その神経が入れ替わった時にね鼻が出てくるんですだから体的にはめちゃめちゃ痛いって言ってるんだけれども、うん体的には全然リラックスしてるよみたいな。本当本当。こんな汗かき、はあ言うの。本当なんです。もう極上のリラックスタイムを味わってるという。最高だね。体はね、そう感じてるんです。パラダイスやな。そのパラダイス。痛い。痛いけど。あ、いった。リラックスしてる証拠ですこんな汗かいて汗かいて痛い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 やっぱこれ痛かったわ油断が痛いあーいそうあーいったごめんほんま痛かった面白い鼻かましもうてなんか注射あるあごめんなさい行ったあったなんかな上は分かりやすいね分かりやすいですねすぐ反応出るねすぐ反応出ますねみんなこんなもんなのかなあ左か左が硬いですねここねあここ痛い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 閉じた。